未来タッチには実物投影機が内蔵されています。これとても便利なのでちょっと使ってみたいと思います。今回は、手前味噌になりますが、私が書いたこの本を撮影して未来ノートの中に取り込んでみたいと思います。まずカメラの下に本を置いて、このカメラアイコンをタップするとカメラが起動しますので、ガイド線に合わせておきます。で、まあ、よかったら撮影ボタンをタップ。で、 4K 画質なのでちょっと時間がかかりますが、はい、撮影に成功しましたと出たら、こちらのボタンですね、こちらのボタンをタップすると未来ノートの中に挿入されました。これをトリミングしていきたいと思います。はい、綺麗に取り込むことができました。これ拡大縮小したいときは2本指でピンチインピンチアウトですね。これで大きさを変えられます。で、簡単に複製することもできます。こんな感じで2冊目3冊目と出したいものです。超絶簡単、超絶便利なのでぜひお使いください。